<laughs> Radio 6月12日水曜日、時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています、RadioDialogue。本日の MC を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして、佐藤圭ですこんばんは、よろしくお願いいたします。いいます今週も、はい 現在、海外取材中ということで,でえ先週に続き本日もえ事前収録を配信するプレミア公開となっております。はい さあの今夜のテーマは依存症と向き合うということでえゲストは公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の代表田中紀子さんをお迎えしていきます。まあこの問題をこう考えたいなというふうにこう思ったのが、はい、まあ以前からですねこの依存症の問題はこう皆さんと一緒にこう考えたいなというふうに思っていたんですけれども大谷翔平選手の、えー、専属通訳を務めていた、えー、水原 一平さんがですねあのギャンブル依存症であるということがこう伝えられたことをきっかけに、うんまあ、ギャンブル依存症って何っていうふうにこう掘り下げるような報道も、ま、あのないわけではないんですけれども、はい、まあ一方で水原さん個人の問題として矮、うんえー、小化するようなこの依存症の問題というよりもその個人的な欠陥であるというような視点でですね語る報道が。 やはり見ていて気になりましたねそうなんですよねなのでそもそも依存症って何だろうとかで今どんな支えが必要なんだろうかで 望まれるこう報道のあり方って何なんだろうか、うん、ということをこう、まあ、田中さんにはこう幅広く伺いましたので皆さんに聞いていただきたいなと思います、はい、メッセージは YouTube のチャット欄であったり Twitter ではハッシュタグ D4P 4は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですよろしくお願いいたします さあそれでは早速ですがゲストコーナーをお送りしていきます、えー。まずは田中紀子さんのプロフィールをご紹介していきます。えー、田中さんは公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の代表で、国立精神神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存症薬物依存研究部の研究生でもあります。祖父 父、そして、えー、夫がギャンブル依存症者であったという、まあ、3代目ギャンブラーの、えー、妻でもあり、えー、ご自身も、えー、ギャンブル依存症とそして買い物依存症から回復されたという、えー、経緯があります、えー、ご著書に3代目ギャン妻ギャンブル依存症家族のためのギャンブル問題完全対応マニュアルなどがあります、えー、それではここから田中さんのお話をお聞きください 田中さんよろしくお願いいたします。 さああのこれはあの大きく報じられているところですけれども大谷翔平選手の、まあ、専属通訳をこう務められていた水原一平さんですねあの、まあ、違法賭博の,その借金の返済のために、まあ、大谷選手のこう口座から、まあ、無断でそれも大金をこう送金していたということがあの指摘をされていますけれども、まあ、あの水原さんご自身がです、ね、関係者の方に、まあ、ギャンブル依存症であるということを伝えたとされています。で あのそれをきっかけにしてギャンブル依存症というものがですねあのメディアの中であの報じられることもこ,うあの,この間は少しあの増えたんじゃないかなというふうに思うんですけれども改めて田中さんあのギャンブル依存症というのがどういったあの病気なのかということから教えていただけますか。はいあのー ギャンブル依存症っていうのはただのギャンブル好きとか、うん、ギャンブル愛好家とは全く違っていてそのギャンブルによって自分の人生やあの自分の周りの人たちの人生を傷つけるような状況になっていてやめたいと自分でも思っていてもやめられなくなるようなそのコントロールが効かなくなってしまう。 あの精神疾患ですね田中さんご自身もあのご自身がその、まあ、ギャンブル依存症だったということを、まあ、ご著書だったりですとかいろんなメディアであの発信されてこられたと思うんですけれどもあの今おっしゃったようにこう自らコントロールすることが難しい。まあ、つままり自分のの意思でああるいはその、まあ よよく言われるところのの根性みたいなものですよねやめるということは非常に困難なものだと思うんですけれどもあのこれ例えば青木さやかさんがあの出演されているようなこう啓発ビデオなんかもこうあの拝見しているんですけれどもそこでもこう指摘をされていますが例えば一時的にこう少しだけやめることができたとしても仮にやめ続けるということがやはり自力では困難な状況になってしまうんでしょうか。 そうですね、本当にあの、一時一時的にはやめられるって、意思と根性といったらですね、依存症を持ってる人って、ちょっと振り返っていただけると分かると思うんですけども、うん、有名人の方たちを振り返っていただいても、意思と根性はめちゃくちゃあると思うんですよ。で、例えば、まあ、ギャンブル依存症で有名な方といったら、まあ、ご自身も、あの、 公言されてますし私も何度も一緒に講演させていただいてますけど例えば高藤力関とかですねまああの中学の時から中学卒業から相撲界に入られてあそこまで、うん、あの,のし上がっていかれた方なので、はい、一緒に根性がなないいわけないですよね私自身もやはりその,あのギャンブル依存症の一族に生まれて貧困家庭に生まれて。 そこでこう親に頼らず、あのー、生きていこうみたいなことをやってきたので決して自分でも意思が弱いって思ったことはないし意思の問題ではないと思うんですねそれとあと、うん、たくさんの,その仲間たちをこう関わってきてですね性格的なこう、うん、一貫性みたいなものってないんですよやっぱり性質ってみんなバラバラですし、えー、こう何千人もの仲間がこう出会ってきましたけれどもそこはこう本当に いいいろんんななな人がいるなっていう感じなんですねうん、うん、だけど病気の特徴としてそれまで普通に過ごしてきたのにあのむしろその頑張り屋さんだったりあのスポーツも頑張ってきたり勉強も頑張ってきたりとかっていう人たちそして普通に社会人をやっているのにギャンブルでの問題を繰り返してしまう、うん、借金を繰り返し自分で借金が払えなくなると家族に尻拭いを繰り返して もらったりあとはもう本当にそれが進んでいくと犯罪にまで及んだりその何ていうか症状だけは一貫してるんですよだからそれはやっぱり病気だなというふうに思っていて自分を傷つける行為がやめられないとなったら。 それは自分でコントロールできないってことじゃないですか。はい。ですから、それはやっぱり脳内に異常が起きてるっていうことですよね。うん,うん。うん。あの、田中さんご自身も、まあ、先ほど触れてくださった通り。やはり、こう、まあ、身近にもうギャンブルがあるという、こう、環境に、こう、生まれになって。で、ご自身も、こう、ギャンブル依存症に、ということを、こう、あの。まあ、発信されてこられましたけれども。まあ、あの、田中さんご自身の場合は、例えば。あの、どういった、こう、相談先だったり、こう、グループにつながったことが。 あのご自身のこう回復につながったというふうにこう感じになっていますか。私はですね、あの今から20年前につながったんですけど、えー、当時はそのネットにギャンブル依存症なんて本当に出てなかったんですね。はいはい。それであのあの実は私は夫と一緒にギャンブル依存症になったので、うん、あの夫と出会った時にこう。 あのギャンブルがひどくなったんですよで、うん、それまでもまあ一度こうギャンブル依存症なんであのギャンブルは好きだったんですけど本当に一もさちもい,いかなくなったのは夫と出会ってからなんですね。でその時私は1回目の離婚を経験したばかりだったんですよ。はいそれで夫と出会って本当にギャンブルにのめり込んだと思うんですけどでそのあとまあ夫と付き合うようになって結婚してっていうふうになっていった時に。 あのずっと一緒にギャンブルをやって、うん、ずっと二人でお金の貸し借りをしてたんですけどあの自分のことはおかしいって分かんなかったんですよ、えー、でもそうです、ね、夫のことはおかしいと思ったんですこ、うん、れであのこの人を何とかしなきゃっていうふうに思ったんですね、うん、であの子供が二人になった時点で さすがに妊娠と出産年頃だったんで妊娠と出産が続いてその間一時的に私はこう環境的な要因で止まってたんですよ。はいはい、それでも夫はギャンブルの借金が出てくるっていう状況で今まで通り出てくるっていう状況であのすっごい小煩悩で優しい夫がなんでこうなるんだろうと思ってうん旦那。 協定借金とかうん、うん、そんなことで検索して唯一うちの夫ギャンブル依存症と診断されたっていうブロガーが出てきたんですねあ、はい、それでこれだと思ってそのご丁寧に名前まで書いてあったね、うん、クリニックの,、はい、そのクリニックに行ってそこでギャンブル依存症って診断を受けてあの GA とギャマノンっていう当事者と家族の自助グループがあるからそこに行きなさいって言われて、うん、そこに繋がって回復しましたうん やはり、こうまあもちろんそのまあ適切な治療につながるということももちろんなんですけれども、やはりこう自助グループでさまざまなこう体験を分かち合うということも、まあ、田中さんご自身にとってもこう大きな経験だったということですかね。そうですねまあ医者に行っても依存症って治らないと思うんですよ。<laughs> で、その、まあ、医者の役割としては、その一番大きなのは、やっぱり重複障害。その 依存症になることによって、うつ病とか、はい、あの精神疾患を発症しちゃうことって結構あるんですよ。だから、それ、重複障害に対するその薬物療法なんかが効くことっていうのはもちろんあるんですね。うん。で、あの、えっと、adhd なんかを持っている人たちとか、そういう人たちのその治療には医者は役立ちますけど、単体の依存症の治療なんて、別に薬があるわけでもないし、うん、これっていう治療法があるわけでもないわけですよ。 そうなるとやはり同じ経験をした人たちとこうなんていうのかな、えっと、依存症っていうのはストレスとの関係がすごく強いので、はい、その自分がストレスをためすぎてしまう考え方は何なのかとかあのストレスがたまっていく行動っていうのはどんなことなのかっていうことを 仲間と一緒にこう振り返って自己分析していく、うん、または仲間によってアドバイスをしてもらうっていうそういう分かち合いも大事ですしさらには生き方を自身を変えていく12ステッププログラムというのが 自助グループにはあるのでそのプログラムを受けるということで生き方自身を変えていくということがやはりあのやめ続けていくことにはすごく役,役に立ちますよねうんあの田中さんご自身もそうした発信をされているので、まあ、この間のこう報道を見ていて水原さんご自身も、まあ、そうしたその、まあ、グループにつながることができるだろうかということを私も考えながらあの報道を見ていたんですけれどどうでしょうその、まあ、本当にこうあの依存症になる なりしもにこうその,あの可能性があると思うんですけれども、今回、報じられている水原さんが行ったとされる、まあ、スポーツ賭博ですよね。で、まあ、一概には言えないかもしれないですけれども、これ、やはりこう他のギャンブルとこうあの比べてもリスクが高いと言えるのか、この点については田中さん、いかがですか。スポーツ賭博はですね、非常にリスクが高くて、今それを何て言うんですか。あの 合法化した国でも、うん、あの専門家たちはあの大きく警鐘を鳴らしていてですねそしてこれに対してはあの新たな取り締まりが必要ではないかっていうようなことをあのおっしゃってるんですね、うん、でなぜそうなってしまうかっていうとあのインプレーベッティングっていうんですけど、はい、プレー中に何度もかけるっていうやり方がすごく多いんですようん、うん、でつまりこのサーブが入るかとかあの PK がどっちが入るかとか あと、イエローカードが出るかどうかとかですね、はいろんなことにも全部、何でもプレー中に賭けにでできるんですね、はい、一つの試合の中にすごい数になりますよね、そうだからあの、連続的に賭け続けることができて、しかも頻回、頻繁に賭けることができて、うん、そしてそれはスポーツの試合なので、世界中にどこでもやってるので。 24時間365日でできてしまうんですようん例えばこの、まあ、スポーツっていうともうスポーツそのものが例えばこう感染しているとわーっていうこう、まあ、高揚感がこう。 湧いてきたりですとかあのそういった性質も特質も持っていると思うんですけれども、まあ、そうしたことも重なってなおかつ1試合の中でこう何度もかけられる世界中で24時間こういろんなこうスポーツがやっている、まあ、そういう,こう複合的な要因が重なってやはりリスクが高まっていくということなんですかね。そうですねあのそもそも連続性頻回 っていうものはそのギャンブルに依存症になりやすいって言われてるんですよだから宝くじみたいなものっていうのはインターバルがすごく開くのでうん、うん、あまり依存症にならないんですね<ー>うん。なのであのー、そういうスポーツベッドはそういう特徴があってさらにですねやっぱり同調圧力を受けやすいっていうのがあるんですよね、はい、若い男性たちがこうみんなやってるから自分もみたいな あのことがあってで,す、ね、でその、まあ、周りに影響を受けやすいとかそれがやっぱり思春期の,あの特に男性の特徴としてあるのであのやっぱりその何て言うんですかね 引き入れられやすく、うんうん、そしてこう熱中したり、熱くなったりっていうようなことがまあ、おっしゃる通り、あのスポーツにはありますので、うんそういったことからこう向けられなくなっていくんですよね。うん,うん、なるほど。まあ、一方でこのまあ、先ほども少しあの触れていただいたところに重なります。けれども、やはりこのギャンブル依存症というのは、こうまだまだ。まあ、あの非常にこう様々なこう。偏見に見舞われているものでもあると思うんですよね。こうだらしない。だったりです。とか、お金汚い人が。 やるんだだったりです。とかまあ、特にそのまあ、水原さんをこうめぐる。あの報道をこう見ているとまあ、非常にまあ、例えば。 ものすごくこう嘘つき呼ばわりするだったりですとかまあ利己的なあの人間であるっていうこう描き方にすごくこう固執するようなこう記事があったりですとかまあ要はこう人格攻撃ですよねこう人格を貶めるようなそのものをこう貶めるようなこう報道非常にこう目立つと思うんですけれどもまあこれ田中さんご自身もこういろんなところですでにこの間あの指摘をされてきたことだと思うんですけれども水原さんをこう巡る まあ、報道で田中さんがこう気がかりなこと、懸念されていることというのはいかがでしょう。 あの確かにギャンブル依存症が進んでくるとその人格自体が変わってきてきしまうんですよで自分でもこんなことしたくないと思ってるしこんなことは悪いことだって分かってるんだけど止められないっていうすごく辛い状況にあるんですね本人たちは。なのでその元の人格が悪かったからこういう犯罪に走ったわけではなくてもともと病気になってしまったのでだん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 人格が歪んできてしまったっていうことがあのこのこの。 えっと、病気に対するしてもそうですし、病気の理解をしないと犯罪の再犯予防ということできないわけですよ。うん、うん、なので、その人格を叩くだけでは何の解決にもならないわけですね。うん、うん、なので、あの、やはりこの個人の資質の問題っていうふうにしてしまっては、あの、本当にあの解決策がないんですよ。はい。うん、そうではなくて、やはりギャンブルをめぐる。 あの社会問題というかギャンブルを巡る問題の一つとしてこの依存症があってそして依存症になってしまうとこういう大きい犯罪もあのすでに起こってますから各地で、うん、水原さんだけは特別なわけじゃないし、はい、これまでも起こってきたっていうことにきちんと向き合ってほしいなっていうふうに思います。うんうん、特ににああののワイドショーが本当にひどくて、あのー 元議員とか元官僚みたいな人たちでもあの2014年この10年間ずっとカジノ法案の議論なんてあったんですけれどもうん、うん、こんなにも理解がない人たちがあのカジノ法案を進めてきたんだなということで愕然とする思いで、うん、カジノを進める時はギャンブル依存症対策をしっかりやるなんていうことをさんざん言ってきたのに。 あの得意ね特別な人格ですねとか嘘つきとか寄り添えないとか言われたら、はい、いやあなたたちの方がよほど残酷じゃないですかっていうふうに私は言いたいいですねうんうん、うん、いや本当にもう、うん、本当におっしゃる通りでやっぱりこう前寄ってたかってそのこう議員だったり元議員がこうまあ叩いていくまあ先ほどその、うん、まあ田中さんがおっしゃったようにその個人の資質にこう歪償化しながらこう過度に攻撃していくっていうことがまあワイドショーを中心にこう非常にこう目立ったと思うんですけれどもそれってやはりメディア メディアの責任が非常にこう重いと思うんですよねでどうでしょうその、まあ、例えばその、まあ、人格攻撃というところまでいかなくてもこうメディアがこう心がけなければならないようなこう言い回しだったりですとか言葉の選ばき方ってあると思うんですよね。こうどうしてもこう,こうした問題ってこう立ち直りとか構成とか、まあ、そういうことがこう強調されがちですけれどもこうメディアとしてこう 改めてこう心がけなければならないこと、どう,したどういったこう伝え方がこう望ましいのかということについては、田中さんいかがでしょう。やはり病気なので、私たちは回復っていう言葉を使っているので、うん、そ回復っていう言葉を使って、まあ、立ち直りとか構成とかっていう言葉ではなく、依存症報道にはやっぱ回復っていう言葉を使っていただきたいなっていうことと、あと、すごく多くあるのは、はい、この。 どういう人がなりやすいですかっていうことをメディアはめちゃくちゃゃく聞きたがるんですようんだからあのどういう人がなりやすいじゃなくて誰でもなるんですけどって思うんですけどんかそれを特定することがなんか予防につながると思っているのか良かれと思ってるのかちょっとよくわかんないんですけど。 うん、どういう人がなりやすいですかっていうことが私はすごいさこう偏見につながってるなっていうふうにいつも思ってます。うんそれはやはり環境的な要因を探ろうというよりはあのどういう内面の人がこうなりやすいですかみたいなそういう,こう趣旨で聞いてくるがつっていうことですか、ね、なんか性格的な特徴みたいなそういう。 性格的なものっていうのを聞くっていうのはまだまだ病気だっていうふうに思ってないんだろうなって思います。他の病気だったらそのこと聞かないと思うんですよ。どんな性格の人が糖尿病になりやすいですかとかがんになりやすい性格の人とかはい、はい、聞かないと思うんですよね。 うん、だからやっぱり病気として思ってないんじゃないかなっていうふうには思いまこれあのこれ報道を含めた問題としてこれもこう田中さんに伺いたいんですけれどもあのこちらはですねギャンブル依存症ではなくあの薬物依存症のこう問題かと思うんですが、まあ、ちょうどあの今年の5月ですね傷川ダルク、まあ、ダルクというのはあの薬物依存症の,こうあの自助グループなどですけれどもでこのダルクでその、まあ、覚醒剤を使用したとして入手者の方がこう 逮捕されたということが じられましたこれすでにあの指摘をされているところではあるんですけれどもこの木津川ダルク側がもうあの自らその出頭させますというふうにこう伝えていたにもかかわらずわざわざ警察が逮捕しに来た上で、まあ、おそらくこれあの警察側が情報リークしたんだと思いますけれどもその場にこう、まあ、マスコミも集まって各社バーッとこう報道するみたいなあの、まあ、集まったっていうことはこう実名とかこうあるいはその写真がこう 出てしまううというこうリスクなわけですよねでこれはの依存症に関係するこう団体で共同声明もこう出していますけれどもあの田中さんたちのこう団体もそこにこう名を連ねているわけですけれどもあのこうした、まあ、のさまざまなこう警鐘がなされてきたにもかかわらず、まあ、警察だったり、まあ、あの報道そのものの,こうあの問題もあると思いますけれどもこうした態度であの報じてしまう警察が望んでしまうということのこう 影響というのはあの田中さん、改めてどんなふうにご覧になっていますかやっぱりなんか警察とか、ま取りとか、そういう捜査機関が、なんか薬物自販にを見せ物にしたいというか、見せしめにしたいとか、うん、懲らしめたいみたいなふうに思ってるんじゃないかなっていうことを、ずっと私たちは感じてるんですね。そそそそれでで、まあ、そもそももいつもその薬物の人がが捕まるるととこにカメラがあるとかうん、うん、テレビで テレビカメラが報道するとか、何日か前のその人の行動が隠し撮りされてるとかありますね。あの、もうかなりその情報漏洩が頻繁に行われているんですよ。うん、で、それがなんか薬物だったらしょうがないよねって世間の人も思ってるっていうか、うん、そういうようなところがあるなっていうふうに思ってるんです。で、これがあの、本当に薬物事件というか、薬物で問題で苦しんでる人たちを。 の治療を阻害しているっていう風に思っていて、うんうん、やはりこれもうダルクまで捜査機関が入るんだっていう風うになって報じられてしまうと、どこに安全安心な相談場所があるんだろう。っていうことになってしまいますよね。うんうん、また、そのダルクのような、そのえっ、ー、とそういった報道によって誤解や偏見のあのー、にさらされてきた薬物依存の。 人たちを助ける機関がなくなってしまったら困るのは我々日本に住んでいる人間ですよっていう薬物の人たちがつながるところがなくなったら皆さんが困るだけですよっていうあのことですよねだからこれだけあのダルクが社会に貢献してきたのかっていうそういう目線がなくってなんかこううんなんかダルクの批判的なあのー ことばかりがこう取りが取上げられるなっってていうふうに思ってますねでも一部はやっぱりその、うん、地域社会にこういったものが溶け込んでいくっていうことすごく大事だしはい、はい、地域社会からこう迫害されるようなことをわざとするとか、うん、あとそのえっ、ー、と こう治療につながろうと思っていた人たちが再発してしまうスリップしてしまうって実はよくあることなんですよ、うんうん、体育施設にいてもそういうことが起こるっていうのはまあ私たちは頻繁に経験していることなので、うん、それでも治療しようっていうことでそこに残っている人たち に対しては治療が続けられるような制度になってほしいなっていうふうに思ってますうんいや本当にこうあのおっしゃったように、まあ、懲らしめてやろうみたいなこう目線がまだまだこの社会の中ではこう強くありますし、まあ、あの警察があるいはその まあ報道がその旗振りを知ってしまっているところっていうのはこう大いにあると思うんですけれどもそれはやはりこうギャンブル依存症に対してもこう言えると思うんですよね。どうでしょうあの厚生労働省もこ,うあのこのギャンブル依存症に関してはこう調査を行っていますけれどもこれあの日本国内でギャンブル依存症と疑われる方々というのはこう調査から、まあ、どれぐらいいるとされているのかその点についてはいかがですか。 まあこの調査もですねやるたんびに数字が変わるので本当に当てになってるのかなと思いますけれども一応最新のデータでは2.2%で196万人ぐらいって言われてるんですよ。うんうん、でその、まあ、今現在その私みたいなその過去にギャンブル依存症だったっていう人を含めた数字なので、はい、現在あのなんていうの発症してる人っていうのは70万とか80万ぐらいっていうふうに言われてるんですね。う あのそういう人が1人いるとその周りには困ってる人が10人いるっていうふうに言われてるんですよ。なのでこのデータがどの程度信憑性があるのかわからないですけれどもでもあの200万人としてその周りに10人いるって言ったら2000万人ですからね。ってなると10人口の20%ぐらいの人がギャンブル依存症の何らかの問題に巻き込まれてるってことになりますからこ、うん、れはものすごい事態になってると思いますよ。うん、で実際そう感じてます もう今どんな小さな県でもちょっとセミナーやったり家族会やったりすると100人から集まってきますから。 これは本当にすごい事態だったんだなっていう風に思いますね。うんすうんまたあの日本ですと非常にこう、まあ、パチンコ店なんかがこう身近にあったりですとかあるいはまあもう地方公共団体とかがこう競馬とか協定とか、まあ、競輪とかもですね、あのーまあ、開催をしてでかつやっぱりこう広告なんかよく私たちもこう日常的にこう目にするものだと思うんですけれども、まあ、そういうところにこう、まあ、非常にこう著名なこうタレントさんがこう出演したりしてあの、うん、とても近い にあるという,こう感覚を私自身でましてやこれからこう IR どうするんだみたいなことを、まあ、推し進めたい人たちがこうこう権力の側にこういるわけですけれどもどうでしょうその環境要因としてこれあの日常的な接触がある身近にあるということがやはりこうリスクを高めるのかその点については田中さんいかがでしょう もちろんそうですねこの広告のあり方は本当に行き過ぎてますししかもその子供たちの目に触れるような。 あのむしろ若いい子たたちを青たがりしているるよような気配すすらあるんで例えばイベント会場にボートレースのこう,うボートを置いて乗ってみようみたいな、えー、そんなイベントを行っていたりとか子供向けにそうです子供向けにサッカー場でやったりとかですね、えー、あとそのボートレースデーデンって言ってですねそのサッカーとかそういうところの試合場が全部そのボートレースの広告に囲まれたりとか。 それってもうちょっと子供たちを洗脳してるんじゃないかなっていう気がしてるんですね。でまたあのおっしゃる通りそのえお、ー、とテレビなんかももちろんそうですけどあの、まあ、インターネット広告ですよね。今は若い子たちはあんまりテレビなんか見ないのでインターネットの広告とかヤフ,あのヤフーニュースみたいなものとこう一緒に連携してジャックしてしまったりとか、まあ、あとは駅を全部階段から柱巻きまで全部大きなレースで。 その広告で囲ったりとか本当に完璧にギャンブルの広告っていうのはあのやりすぎてるんです。うん、でしかも、えー、と公営競技だけにとどまらず違法のオンラインカジノですとかスポーツベッドこういったものが違法であるにもかかわらず著名人が関わってですねあの YouTube や TikTok やあのそういったものでこう宣伝に加担していたりですねちょっと前まではスポーツ新聞とかいやもっと言えばこうあの 地上波でも宣伝してたぐらいなんですよ。なので本当にこの広告に関して全く規制がなされてない。で、えー、とあの未成年の子供たち二十歳以下の,あの若者たちの目に触れないっていうような工夫みたいなものが全くされていないんですよ。これは本当に あの悠々意識自体というか、これはもう本当に大きな問題だなというふうに思ってますうんあのどうなんでしょう、本当にこう自分からこう手を伸べなくても、もう向こうからこう勝手にこう、まあ、広告が目に飛び込んでくるみたいなあの環境に、我々こう生きているのかなと思うんですけれど、一方でその、まあ、公的な、まあ、国だったりこう自治体だったりの,その、まあ、ギャンブル依存症対策だったり、まあ、ケアを含めてのこう支援だったりですとか、 それは、まあ、どの程度というとあの言い方がこう難しいかもしれないですけれども、これはあの進められていると言えるのか、その点は田中さん、いかがですすか全然進んででないですよね2018年にギャンブルと依存症対策基本法ができて、まあ、私たちもこ,のこれによって少し進むんじゃないかというふうに期待もしてたんですけれども、うんうん、実際にはあの法律ができてから、ギャンブル依存症は悪くなる一方ですよ、事態は。 全く機能してないですしあの法律ができたことで別に予算も増えないしギャンブル依存症対策に特に力を入れてるっていうこともないですし啓発なんかも我々は頑張ってますよでも啓発習慣なんか政府がやることでポスター作ってるだけですからねちょろっとなんかターゲット広告出してますけれどもそれだって本当に予算なんてあのギャンブル広告に比べたらまあ多分 JRA だけでその。 今朝のあれを見るとです、ね、100億ぐらい広告に使ってるんですけれども、はい、あのそんなにギャンブル事務所の啓発週間ですら、はい、数十万単位しか予算は使われないのであ100億対数十万っていうのはの差ですよね、うん、話にならないですよね。はい、で、えー、とまあやった感を出すのはその官僚の皆さんはそういうあのペーパーを作るのは得意なのであの日本の官僚の人たちはみんな優秀なのでやった感を出すそのペーパー ではその拠点病院を指定してますみたいなうん、うん、拠点病院って言ったって23日の研修受けりゃ誰でもどこでも手を挙げることができちゃうんですよ。で今まで1回もギャンブル依存症なんか見たことない病院だっていきなりギャンブルの拠点病院みたいなこと言われてそしてすごい変なあのとんちんンなアドバイスされて帰ってくるとかですね。はい、それが現状ですよね実態ですで。あとはその あの当事者への介入も全くできてないですし、はい、その例えば死ぬって言って騒いでいるとじゃあ警察を呼びましょうということで警察を呼びますよね。でも警察が来てなんかちょっと説教ぐらいして帰るみたいな、うんうん、別にそのどっかの拠点病院に連携してあの緊急的にその治療してもらえるとかそんなことは全く行われてないですし。うん えー、あのーまあ、安田さんたちもお分かりかと思いますけどじゃあギャンブル依存症の広告なんて見たことありますかっていうことですよね逆にうんだからもう本当にあのでしかもこんなに違法ギャンブルが日本にのさばってしまったのに何の手も打てないっていう。うん あ何もやってないのが現実ですよ、ね、いや本当にあのもう自助自己責任っていうことにこう事実上もう押し付けられているっていうのが、まあ、日本のこう現状なのかなというふうに思うんですけれどもこれ多分あの、まあ、国としてこう予算をつけるだったりですとかこう病院とこうもっとこう連携したりもっとこうちゃんと実質的なこうプログラムをこう作るだったりいろんなこう対策が考えられると思うんですけれども、あのー、一つ、あのー、気になっているのは例えばこう司法なんですね。こう水原さん 皆さんの場合は、まああのまあ、釈放されましたけれどもその時のこう条件の一つが、まあ、ギャンブル依存症プログラムをこうちゃんと参加してくださいねっていうことがこう条件だったと思うんですよね。で一方で例えば、まあ、先ほど少し指摘もさせていただきましたけれどもこう依存症が背景にあるんじゃないかと見られるような事件、まあ、例えばそのまあ ししてしまったりですとかこう、まあ、水原さんの場合はこうあの,谷の口座からこう無断で代金を送金してしまったりということだと思うんですけれどもじゃあその背景に依存症があるとみられるこう事件を巡ってその被告となった人あ適切にちゃんとこう治療につなげるこう必要性がありますよねということをじゃあ司法の場が認知しているのかということこれもかなり遅れて っているんじゃないかなというふうにこう報道なんかを見ていて思うんですけれど田中さんその点いかがでしょうめちゃくちゃ遅れていて、うん、本当に日本の司法は何は分子なんですよ、うん、それで、うん、あのギャンブル依存症でその窃盗だなんだっていうそのこういうオールを驚横領事件なんかを起こしている人たちに対しても裁判所の判断基準というか あの弁護士もですね。あのやらせたがるのは親がしっかり監督します。みたいなことなんですよ。はあ、それであとは反省文があるかないか、反省してるかどうかみたいなところなんですよ。で、あの本人が施設に行きます。とかっていうことを、あの検察官はあの親はもう面倒を見ることができませんと。 で施設に行ってほしいと思います回復施設に入寮してほしいと思いますみたいなことを言うと、うん、親にも見捨てられあの監督する人間がいないので実刑がふさわしいですって言われるんですよ、えー、施設行くって言ってるのにですよえ、回復から遠ざけますよねろ、うん、そうですそれでも検察官はそういうふうに言うんですよ、はい、監督する人間がいないって いやだって家族が今まで何回も努力してなんとかしようと思ってたけどうん、うん、できなかったからこうなったんですよねっていうその何でも家族に押し付けるうん、うん、家族愛でどうにでもなると思ってる日本の司法がもう一体あの本当明治時代から変わってないんじゃないのっていうふうに思ってますね。うんうん、で結構裁判会も あのそういう何やぶしが好きで反省とかそのことばっかり言っててうん、うん、むしろですね私はちゃんと司法の場がですね「あなたこの,この後に及んで反省だけでなんとかなると思ってんですか?」とか「この後に及んで親はまだ自分ちで監督しようと思ってんですか?」と「うんうん、治療につなげる気はないんですか?」と「だとしたら実験にしますよ」ならわかりますよ私から言ってれば。でも治療につなぐっていうとなんていうのかな 一段下がっちゃうんですよ。なるほど、治療からむしろ引き剥がしていくような。そうです。そうです。いうことですよね、うん。なので、本当に自己責任と家族の愛みたいなところから、日本の司法をいっ。うん 1ミリも変わってないこれが現実です、ね、うーんあのそうなるとどうでしょうまあ先ほど来その、まあ、周りの方々もこう非常にこう大きなこう影響を受けるということはこうあの指摘をされてたと思うんですけれども実質やはりそのこう、まあ、ケアのようなものがその家族にこう押し付けられていくようなこう社会構造があるとなるとあのやはりこう、まあ、悩みを抱えたりこう困難を抱えるご家族 からもうこうギャンブル依存症問題をこう考える会にはこうまあいろんなこう声が寄せられてきたと思うんですけれどもまあ社室会であの皆さんのところにご家族から例えばどんなあの声が寄せられてきたんでしょうかあの本当にその毎日のように包丁を振り回されてあのお金を毎日せびられるとかですねそれはも,もう警察も慣れっこになっちゃって<ー>こ当に何言ったって無駄だよとかって警察に相談に行った時にもうそんな感じだったんですよ。 うん、なんかこう、うん、相談先とかこうあの例えば自助グループとかをこうあの紹介されるでもなく、うん、あのでそれでそのお母さんが自力で私たちの心を探してきて、うん、で私がその当事者に会いに行って病院につなげたんですよね。うん、でももう本当に、うん <laughs> その当事者は包丁を振り回してるところにこんなおばちゃん一人で行くわけですから、うん、めちゃくちゃそういうのって危険じゃないですか、はい、でそういうところのリスクをもう仲間たちで引き受けてるようなあとはですね本当にその,あのお金を出さないと出すまで息子が暴れるっていうことであの怖くて家にいられないっていうことでもう老夫婦がですよ確か80代だったと思うんですけど。はい 車上生活になってるとかですねそういう相談もありましたし本当にその悲惨なことっていうのが起こっていて、うん、その家族がもう全部家まで売り払って住むところがなくなって本当シェアハウスに身を寄せてますとかですね、うん、そういうようなその貧困っていうのも起こってしまっている。 でもそれに対して相談しても本人を連れてきなさいとか病院とかその行政とかはあのそういうふうに言うわけですよ。いや本人が行かないから困ってるんですよねっていうことに対して何の対応もなかったりあと家族もあの逃げ方がわからないわけですよ。逃げたらどうなるんだろうと思っちゃうわけですよ。自分たたちが逃げたら 他人を傷つけるんじゃないかとか、はいあの、あの、死ぬんじゃないかって思って怖くて逃げられないわけですよね。うん、だから逃げ方を教えてあげなきゃいけないわけですよ。家族が逃げても大丈夫だよと。うん、その代わり、あの困った時には、ここに電話しろと。はい、お金のこととかなんとかしてくれるから、ここに電話しろって言ったら、私たちの電話番号を置いてきなって言って、私たちの電話番号をついて、伝えてもらって、逃げてもらうと。うん でその逃げるって言ったって家族がもう一銭も持ってないっていう場合もあるので、はい、こういった時には私たちがそのお金のことも本当に緊急に何とかするっていうようなことをやっていてですね。 国のの政策なんか何の助けにもななってないでですすよねね本当ですね、うん、もう事実上やっぱりこうご家族がこう背負い込むしかないでも公的機関はなかなかしかるべきあの対策を取ってくれないということで本当にこう何十ものこう構造的な問題がそこでこう浮き彫りになると思うんですけれども、まあ、あの背負い込まざるを得ないからこそ、まあ、自分たちが何とかするしかないっていうことで例えばこう、まあ、あのご家族がこう借金をこう肩代わりしたりというケースなんかもこう多いと思うんですけれども まあこれだけその公的なあの支援だったりこう対策がまあ乏しいというかほぼないという,こう状態の中でまあ困難をこう抱えたご家族がまあどういった向き合い方をしてどういった相談先につながるのがまあこれケースバイケースかもしれないんですけれど望ましいと言えるのかその点については田中さんいかがですか あの、本当に家族は絶対にか借金を尻拭いしちゃダメです。ああそれは本当に本人のためにもならないし、うん、本人がそこをついて、その治療に繋がろうっていうターニングポイントを失っちゃうんですよ。うんうん、で、ヘアンブル依存症の場合は、そのえっと底をついて回復に繋がろうという。このターニングポイントはお金の一点しかないんですよ。うんうん、要するにアルコールとか薬物だと体を壊すとか。はい,は,いはい。はい。はい、そういうターニングポイントもあるわけですよ。お金だけじゃ。はい でもギャンブルはそれがないのでなのでお金で行き詰まった時に何とかしなきゃと思って他の相談機関を訪れるわけですよね。でその時にそのどこにつながってくるかっていうのが重要なんです。であのー、まあ私たちのような民間なんてまあその全国でやってるのって、まあ、ギャンブル依存症の全国の相談なんていうのはまあうちか 家族会ぐらいしかないんですけれどもそういったところにつながってきてもらうかあとは地方の精神保健福祉センターっていうところがあるので、はい、そこにまあ相談に行ってもらうかただまあ行政の相談とか医療の相談っていうのは要するに平日の9時から5時までしかやってないわけですよ。ギ、うん、ギャャンンブブルル依存症のの人ははその時間は別にあんんまりギャンブルやってでなるほど。うん ギャンブルやりたくなるのは仕事からか帰ってからの夜中であったり土日なんですよね、うんうん、だからほとんど機能してないっていうのが現実なんで私たちのような民間団体にあの図鑑でやってきてで一回相談すれば終わりじゃないんですよギャンブルっていうのは、うん、もう常にその衝動との戦いなので最初の1年2年っていうのはやっぱりそのあのー もう相談の連続になるわけですよね。うまくいかないですし、弁護士票もないしとかいろんなことがあるわけなので、やっぱり気軽に相談できるところ。うん。で、まあ、そして、あとは、まあ。 地域にある自助グループだったりもつながっていってもらうっていう感じですよね。あの今年の四月だと思うんですけれども、まああの皆さんとしてギャンブル依存症問題をこう考える会のこう主催のまあ相談会に訪れたあのご家族ですよねがまあ記述記述式のこうアンケート調査をご家族に対して行って、でこれはあの。 調査結果公表されていると思うんですよねこれ、サイトにもあのオンラインカジノ、あのこれスポーツウェットを含めてということですけれども、まあ、その被害の実態として、あのまあ、公式サイトにもあの公表されていたと思うんですけれども、改めてこうした調査から、どういったあの実態が見えてきたんでしょうかあの本当に私たちの支援というのは、コロナ以降で一変したんですね。う まず若者がめちゃくちゃゃく増えた20代、はい、30代低年齢化しててるっていうことですかねうです若年化してしまったっていうことですね。はい、これはどういうことを示しているかっていうと大体ギャンブルを開始した年齢っていうのは二十歳ぐらいもしくは二十歳よりちょっと前ぐらいで。 もうそれはあの私たちの時代から変わってないんですよずーっとですね。ええ、でもそこから依存症になってニッチもサッチもいかなくなるまでがものすごく短くなったんですよ。うんうん、で金額も大きくなってるんですね借金の金額も。でいろんな複合的な要因があるんですけど送料規制って言って借金がそのまあ 合法的な金融機関の借金が収入の3分の1まで,できなくしかできなくなったっていうのが入ったんですようん、うん、消費者金融に対する。でそうなると若い子たちは収入が300万ぐらいしかないかったりしますから三万、ええええ、ぐらいしかまともなところから借りれなくなったっていうことで。はい あの犯罪とか闇金とかに行っちゃうことがものすごく低くなったりはい、はい、まあ闇バイトの問題なんかは最近いろいろ指摘をされますけれどもそう,そ,うそういうところをこう、はい、始めてしまったりということですかね。でそこからまた抜け出そうとしてギャンブルで金作るしかないってなっちゃうのでうもうそのギャンブル依存症の人って今私もギャンブルで金作るしかないっていうのはおかしいなって分かるんですけど、はい、ギャンブルで負けた金はギャンブルで取り戻すっていうのが。 その時の脳の機能不全が起こっている脳のあの症状の一つなんですね。そういう考えに視野が狭まってくるっていうのが特徴的な症状なんですよ。それで、そこの泥沼にはまっちゃって、ギャンブルがもっとひどくなっていっちゃうっていうことがあるんです。はい、で、そうなってくると、もう闇金からガンガン電話がかかってくるとかなっちゃって、この就職先がこう。 パーにななっっちゃううとというかしし続けけるることが難しくなったりするわけですよ、はい、でもっと言えば大学の時に発車をしちゃうと大学中退そこからアルバイト生活とか派遣生活とか日雇い労働とかってなってこうきちんとした正社員的なものについたことがないみたいな若者がいるわけですよ。はい、そうなるとその若年化してあの回復するまで30歳ぐらいまでかかりましたってなると、うん、今度そこから働き始めるって言っても。 あのまずキャリアも何にもない30代の男性を雇ってくれるところってあんまりないじゃないですか。なのでその就職も難しいなかなか稼げないってなっちゃうとやっぱりギャンブルでお金作るしかないよねっていうところに戻ってしまいやすいまたその、えー、と犯罪を犯してしまうことによってそのデジタルタトゥーが残ってしまうとはい,、はい、いえば今闇金が凶悪化しててですね、はい その闇金のお金をその昔は弁護士とか警察官が入ってその払わないっていう対処もできたんですけど、ええ、闇金のお金を払わないで回復施設行ったりとか逃げたりとかするとですね闇金が個人情報をネットにすすんですよ<ー>それでこいつはその寸釈詐欺だとか、はい、仮ク常習犯とかですね書いて、はい、顔写真とか免許証とか全部。 そうするともう就職すらできなくなっちゃったり部屋を借りることすらできなくなったりするんですよ。一ると残りますもん、ね、そで,、ね、でそういう人たちの部屋を探したりっていうことも私たちが手伝ったりっていうことをやってるんですね。うん、うんでもう非常に何もかもが若年化してくると問題が複雑化深刻化して、うん、もう私たちも あの本当に支援のスキルっていうのが<ー>う常にこう磨き続けそして人脈が大事になってくるんですよね<ー>そういうことができる人脈を探したりっていうことで<ー>本当にもう重圧ですね今。んー また、そのオンラインカジノとなると、もうスマートフォン一つであのできてしまう、非常にこう身近なところにそれがあるとなると、まあ、先ほどこうお話ししていただいたこう、まあ、環境要因としてもこう非常に大きいと思うんですよね。で、まああのまあ、この違法なこうオンラインカジノを含めて公的なこう対策だったり支援もほとんどなされてないというふうにこう先ほど来あのご指摘いただいたと思うんですけれども、あの改めてあの最後に伺いたいのが、じゃあ、 このギャンブ依存症に対してあのこれから、まあ、あの国としてということもこ含めてですけれどもじゃあどういった議論が必要でどういった対策がこう本来求められているのかということについては最後に田中さんいかがでしょう。 対策は1つではないんですけれども、まず1つは、誰でもこの病気に、うん、ギャンブルに手を出したら、誰でもなる可能性のある病気なんだっていうことを、うん、あのきちんと啓発するっていうことですね、うん、そしてそれを予防教育でもやっていくっていうこと。 でまあ、リスクファクターの一つとして若い頃に手を出すとあの依存症のリスクが高まるって、まあ、それはどんな依存症もそうなんですけれどもこ、はい、のことをきちんと予防教育で伝えていてってまず少なくとも大学生人の金であの生活しているような状況の時には手を出さないということを予防教育で伝えていくということですね。うんうん、それからあとはその 家族で抱え込んでどうにもならないよくなっている人たちに対するそういう介入システムみたいなものっていうことをこう作っていくっていうこととあとはやっぱりこの広告の規制っていうことをきちんとしていくっていうことをなんかがすごく大事ですねそれとあと私は一番効果があるのはやっぱりギャンブルこそマイナンバーとひもづけるべきじゃないかなと思ってるんですは<ー>、うん、それは絶対効果があります。 マイナンバーと秘密づければその未成年者が入ってくるっていうことを年齢詐称であの入ってくるっていうこともできなくなってきますしその勝手に親とかあのなんて言うんですか兄弟とかの,あのものを使って入ってきたとしても。 それが分かりますし、うん、であとはその税金ですよねその当たった時には税,あの税金を払わなきゃいけないんですけれどもそんなのみんなやってないじゃないですか,、うん、かきちんと,その、えー、と公営競技なんかで当たった時には税金取りますよっていうことの原則に従ってそれを強化できるわけですよ。うん、そうなってきたら、うん、あのギャンブルより人口って減ると思いますけれどもあの絶対対策としては進むので。 私は一番今考えているのはマイナンンバーとととギャンブルをひも付けるいうことですねうん、まあ、それらがやはりこう今現状としてはこう父としてあの進まない中で、まあ、皆さんのこう会としても本当にこう先ほどおっしゃったようにまあ低年齢化しこうまあ本当にこう相談の内容も多岐にわたっているというのがこうあの現実だと思うんですけれどもあのあの会として例えばこうご家族向けのこう相談会だったりこうイベントだったりこういろんなこう発信だったりあのまあ声をこう受ける場というのもこう作られてる できたと思うんですがもしよろしければ何かあの最後にこう告知などありましたらいただけますかあのー、まあ本当にあのイベントなど相談会なんかはあの各地であの催、うん、されているのであのまずご家族の方がその相談に来られるっていうのがあの順序としてあの多いかなというふうに思うので、うん、あの全国ギャンブル依存症 家族の会という会がありますので、はい、そのホームページなんかをご覧いただいたらというふうに思います。で、家族の人があのどういうふうに解決していくかっていうのは、まあ、私たち YouTube たかりこチャンネルっていう番組をやってるので、うん、それを見ていただくとすごく参考になるかなというふうに思います。 はい、あの私たちのこう YouTube であのこれを皆さん聞いてくださっていると思うんですけれども、あポッドキャストの方もこういらっしゃいますけれども、あのぜひ語り子チャンネルの方もチェックしていただいて、で今日本当にこう多岐にわたってお話はいただいたんですけれども、より知りたいという方、ぜひそちらもあのチェックしてみてください。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、田中さんのお話聞いていただきました。はい、あの私あの田中さんに教えて たくまでちょっとあの知らなかったことではこれあの収録にこう載っていないこう部分なんですけれども、はい、まあの先ほどあの田中さんからもあのスポーツベッティング、まあ、あのスポーツでかけるっていうことの、ねうん、こうリスクはすでにあのご指摘をいただいた通りなんですが、まあ、日本ではですで、ね、にこのスポーツベッティングをこう 進めようとかこう合法化していこうみたいな動きっていうのが進んでいるんですよね、はい、で私も知らなかったんですけれども例えばあのスポーツエコシステム推進協議会っていうものがこう立ち上がっていって、うん でこれの民間企業などがこうわーっとこう名を連ねているこうところで、まあ、のスポーツベッティングとかあの諸々の,こうあの調査とかあのどういうふうにこう、まあ、市場をこう適切にこう進めていくのかとか、まあ、そういうことをやっていきますって、まあいろいろ目的なんかこう書いてあるんですけれども、はい、なんか大丈夫かなというふうに思ったのがこの,あのス,ポーツエスポーツエコシステム推進協議会の,こうあの会員をこう見てみると理事に。 うわーっと名を連ねてるのが、はいまあ、伊藤忠とか NTT とかあのそういう,こう企業にこう混じってあの大手新聞社ずら名を連ねてるんですよ朝日新聞共同通信産経新聞時事通信、えー、TBS テレビ朝日、えー、日経日テレ、えー、富士テレビ毎日新聞あとは読売新聞ワウワウとか 報道をめぐる問題というのもこうあのたくさんこうあの田中さんにはこうご指摘いただきましたけれども、はい、やっぱりこう歯止めをかけなければならないこうメディアの側がこれで大丈夫なんですかっていうこと、うん、これちょっとあの別立てでちゃんとこう考えなければならないなというふうふにこう思うので、まあ、あの田中さんのお話もまたぜひ伺いたいですし。はい まああの I.R. をこう進めたくてこうたまらないようなこう人たちもね、うん、こうこの国にたくさんいますからね。はい、でもう、まあ、もしそうしたことでこう利益が上がるとなればやはりそうしたメディアの力がそういうところに傾けられていくっていうのは非常に危ういですよね。うん。まあそうしたこう構造的な問題をこうちゃんとこう紐解いていきたいなというふうにこう私たちも思います。はい、さあ。 えー、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログ・フォー・ピーベルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いします。えー、今日の放送は Sp、Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast、AmazonMusicPodcast でも聞くことができます。 そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ来週六月十九日水曜日の放送は海外取材から帰国してまいりますので、えー、久しぶりの生配信となります、はい、よろしくお願いいたします、えー、実はですねあの今回訪れていたのが、はい、えー 今世紀初のどつ独立国なんですね、はい、東ティモールという国皆さんご存知でしょうか、はい、どこにあるのかどんなサイズなのかなどなどもしかしたら行かれたことがあるという方もいあいらっしゃいますかねどうでしょうか 東ティモールどんな国ですかはい僕はですねこれまで3回ほどあの取材に行ってるんですけれども、まあ、非常に本当に小さい国でしてもうそれはあの面積も人口もという意味なんですけれども、うん、東ティモールの面積が大体岩手県程度って言われてるんですね岩手県ってどれぐらいなのって言ったらまあ四国ぐらいとなってしまうんですあそこそこ県の中では広大ではあるんですけれども、まあ、国としてはかなり小さいですよねであの人口規模も岩手県とほぼ同じぐらい1 2三十0万人ぐらいという国です。 であのこの国なんですけれども、まあ、本当にあの歴史を遡るとあのかなり古いところまでいろいろな記録があるんですけれども、まあ、近代の歩みを見てみると1975年当時の、うん、植民地の宗主国だったポルトガルから独立をするんですね。し、うん、しかし直後に インドネシアが侵攻してくるもう隣に接しているのがインドネシアなのではい、はい、ティモール島の東半分そして一個あの飛び地になっている地もあるんですけれども、まあ、そこがいわゆる東ティモールなんですけれども、まあ、その西側もまあインドネシアということで、うん、まあそこからこう侵攻してきて、まあ、併合武力を持って形上は併合されてしまうんですね。うん、でただその後独立をめぐるあの争いが続き、まあ、年、えー 住民投票で独立が決まりました。そして2002年、今世紀になってから、えー、初の独立国となりました。なので独立してから、えー、2002年なので、はい、22年22年かはい。であの999年の時から考えると25年ということで、まあ今年まさにあのそうした催しがあちこちで行われたりというようなニュースも見ましたね。であのこの東ティモールなんですけれども実は 第二次世界大戦時には日本軍に占領されてるんですよねこれまでの取材でもそうした傷跡を残っているものなどを見てきたんですけれども今回の取材ではあのそうした面からも深掘りした取材をしてきたということになります。はい あの来週の配信ではですね、そうしたあの今回の取材の報告を行う予定です。はい。ということで、えー、このレディオダイアログ毎来週のまたこの時間21時に、えー、お会いしましょう、えー。今回の相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤恵でした。あり,したありがとうございました。おやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また。 このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。